東京商工会議所と日本商工会議所の次の会頭に内定した小林健氏は東京都出身の73歳、東京大学を卒業した後1971年に三菱商事に入り、2010年から社長、2016年から会長を務めています。一昨年からは日本貿易会の会長も務めています。中小企業に寄り添いながら、しかし同時に日本全体のことを考えて、いろんな情報発信、あるいは政策提言できる人と、こういうことですよね。任期は通常2期6年で、11月に正式に決定される見通しです。